すぐ飲んじゃおうかな。なんだろうな。似てる。閉じ込められたの、私今。イベントがあるのか。開かないね。閉じ込められた。おう、しょ。水流す？違うの。水流す？なんか音する。ノーコメントやわ。入るんでしょうね。入るんやね。これはちょっとね、割とね、プロパガダン中、何ちょっと宗教的な意味合いが割とちょっとちらほらあるっぽいので、これは、洗礼的な？なんで急に風呂入んねん、マイケルじゃない。あ、ルーシーちゃん。どうした？おしゃれ話してみ？なんも話してくれへん。ルーシーちゃん。ちょっと待ってくれ。英語になってる。ちょっと待ってな。あれ、日本語やな。おばちゃんね、おばちゃん、ちょっと英語読めないから、英語わからないから急に、なんでそこだけ英語字幕な。まあ、ちょっと、今の多分テレビばっか見てないで、あ、こっち来なさい、みたいな感じで。でもね、あ。She loved Pico. I don't know. She's never done anything like it. ああ、やっぱり、We おかしくなっちゃったんだ。ああ、やっぱそうなんだね。ルーシーのこと。やっとルーシーの。あれが分かってきた。You heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice.
注射で処方だったんだ。なるほどね。How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. まあここでちょっと夫婦の間でもちょっと食い違い、意見の食い違いがね。I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors.Imaginary friends and all these weird behaviors? She doesn't even call me mom anymore! They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake! Don't you remember?血まみれだわ。入ろうとすんの。頭おかしいで、主人公。入ろうと思わへん。ちょっといい湯だなみたいな感じで肩まで使ったのお前。自分で取った。顎取ったのか。え、じゃあ最初のムービーのあれは何なん？あれじゃないや、ルーシーちゃん自分で、この、風呂場で、顎取って死んだんや。なんで撮ったんや。あ、プログレサイド見つけた。飾られんの？終わったわ。実はまだまだ終わりではない。もう一度ユリナを探索し、新しい道を開く10アイテムをつけよう。進行状況を1ヶ月にはプログレスルームへ行くことだ。また新しいショーを始めることもできると。なるほど。私はてっきりお父さんが、本当に最初のムービーでね、お父さんが奥さんと娘と息子を撃ち殺して、で、自分も殺したんやと思ってたんですけど、ルーシーちゃんはどうやらここで自分の顎取って死んだっぽい。もしかしたら最初のあのムービーは今のこの家族じゃない、前の家族
映像かもしれないね。王者さんに呪われた家族なのか、それとも王者さんに呪われた家族なのか、ちょっとまだ統一感がね、なくてね。わかんないですけど、まあ、とりあえず、はい。とりあえず、ルーシーちゃんは、わかりましたね。あ、取れないんだ。どうするんだろう、この瓶どうしたらいいの？ん？ あと、これがすげえ邪魔やな。この瓶どうしようかな。これ多分バグって落ちた。 いなくなった。よかったなり。どうですか？<笑>うわ、嫌すぎ。こんなグロいものが飾れるの。じゃ、とりあえず、続きはまた今度にしようか。俺の名前はルパソ3世。かの有名な王道のボルトラ全く関係ない普通の人が。俺の名前はヒゲン大輔。ルパソの相棒ってところだ。そんなわけで、ヒゲンちゃん。ん？ボスがルーシーの声をクリアしたわけだが。やったまて。ん？ボスって誰だ？このチャンネルの中の人、私のことはボスと呼べと。おばさんだろ？ボスと呼べと。何かに冗談あんのか？いや、特にない。 それで何を語るんだ？ルーシーの声を終えた時点だけど、いくつか疑問が出てこなかったか？うん、まあ、そうだね。例えば。例えば？ルーシーはなぜ自分の顎を取ったのか？あとは、あとは、あの機械に異変なやつが、まあ最大の謎は主人公が何者かってことだが。まあその辺だよね。他の声をすれば、解明できるかもしれないし、現時点では間違ってるかもしれないけど、 少し考察を語ろうと思う。いいと思うぜ。今後、解明される疑問があって、考察が正しかったか答え合わせできるからな。うん、だが、これはまだ早期アクセス版なので、早期アクセス版完成品じゃないってことだな。今後変更点もあるかもしれないし、他の声をやってもわからないまま終わる可能性もある。まあ、それは仕方ないな。じゃあ、まずは家族の話をするね。最初のムービーは覚えてるか？ 男性らしき人物が3人ほど撃ち殺して、その後、自分を自害したっぽい扱い。そのギンブツたちと、ルーシー率いる4人家族は、同一人物やないようなんだ。おばさ、ボスはルーシー一家の前の家族と想定しているが。俺は逆で、最初のムービーから過去を見てると思う。なんでそう思う？家にある年賀製品が古い。ガチャガチャテレビだもんな。あと、ルーシーの兄、ジョンの誕生日が1976年だ。 現代だと40代になるな。だから、最初のムービーの2年内で、そこから過去のとある家族のストーリーを、見ているんじゃないかな。ルーシー一家だけじゃなく、ここに住む家族は、皆不幸に見舞われていた。そういう思うんだ。そんなにたくさん。モニャに追って不幸に見舞われた魂は、あの地下の世界に閉じ込められるんだと思う。あ、あのパンツ一丁の男とかか。しかし、なぜ閉じ込められるんだ？あの地下の世界が、 モニャの住む場所で、いわゆる地獄的な空間なんじゃないかなと思ってる。地獄？じゃあ、なんだ？モニャは悪魔なのか？これがモデルかな？と考えられるのは、メディアだ。え？この家には宗教的なものがあるので、そっちの方面からいろいろ調べてみたんだ。ほう。地下世界というのがあるという記述があるんだ。どこに？旧約聖書、書いた人によって、その世界観はいろいろあるのだけど、地下世界には4つの空洞があって、 死者の魂は生前も行いによって、どの空洞へ行くか擦り分けられるんだ。そして裁判の日というのが来るまで、魂はそこにいるらしい。裁判の日？あれか、閻魔様の裁き待ちみたいなもんか。一つ目の空洞は、正しい行いをした偉人たちが行く。そこは光り輝く泉があるらしい。ほう、綺麗な場所っぽいな。第二の空洞は罪人が行く。そして、裁判の日まで苦しむそうな。苦しむのは、やだな。三つ目は、
罪人によって命を絶たれた魂たちが行く。裁判の日までずっと正当性を訴え続けるらしい。殺された側の何か、叩き切りじゃないか。最後の4つ目、正義に反した者が行く。そして裁判の日が来ても、放置される。え、なんじゃそりゃ。罪人よりも早くの場所になってるじゃないか。そして、こういった罪人や苦しむ魂を、時に貪るクーノが、レビアタンなんだ。その顎はとても強く、 空洞や地獄の入り口に、顎の絵が描かれているらしい。そのレビアタンは、モジャみたいな風貌なのか？いや、これも奇術によって様々なんだ。オーソドックスなのは、害虫に潜む海の怪物。全然違うじゃないか。だが、悪魔として描かれることもあって、その場合は擬人化されたりもする。悪魔レビアタンは、悪魔払いも通用しない、大嘘つきで、人に取り付くことも可能なんだ。それ、最強じゃね。特に、 女性を狙うとも書かれている。なるほど、作者がモデルにした説はありかもな。ルーシーがアゴを取ったのも。ここから恋添えしたのかもしれない。まだわからないけどな。まあ、お前の考察でいくと、最初に魔獣をぶっ放してた人たちも、ルーシー一家も、地下にいた奴らも、全員が何らかの形で、モジャに魂奪われたと、そういう見解なんだな。この家がもともと、モジャの住む地下世界と繋がっていて、長年住んできた人々を地下世界へ、 引きずり下ろしてきたのではないかと思う。モジャに惑わされた魂は、罪人、罪人によって殺された人、そして正義に反した者となって、あの地下世界に閉じ込められるんだ。だが、まあ、あの地下の人たちは、本当に罪のある者たちなのか？もしかしたら、単にそこに豊かな、綺麗な魂ってことはあるかもしれない。実は、奴らがいい魂ではないというのは、ゲームオーバー画面の英文に書いてあったんだ。 これは貫通一丁男にやられた時の画面だな。惨めな魂は、ついにあなたの魂を握りつぶした。惨めな魂、つまり汚れているってことか。モジャやルーシーにやられた時の文章も違うのか？モジャの場合は、元に戻すことは避けられない。運力わからないが、主人公は何かを変えようとしてるのか？そしてルーシーちゃんは、闇は子供のゲームをするのに疲れてきました。意味がわからない。Google 翻訳です。まあ、しかしぼんやりとだが、なんとなく、その仮の説は飲み込めたぜ。予想は大幅に外れるか、わからないまま終わるか。ボスの予想は割と外しているからな。最初ルーシーのこと、重々言うから、喘息だって言い張ってたものな。あれは、顎がないから呼吸がしづらかったんだね。あと知ってる？何を？ルーシーに捕まった時、何をされてるか。心臓を一突きしてると思ったが、違うのか？あれ、主人公の顎を取ってるらしいよ。 マジかよ。ボスの何な感情法なので、本当かどうかわからないけどな。ああ、その時の思いつきで、ナチュラルにどうでもいい予想つくらしいからな。お前も嘘つきにはならないようにな。地下世界へ連れて行かれるぜ。嘘つきじゃないもん。そういや、肝心の主人公についてはうん、それなんだけど、全くわからないよね。最初のムービーで、血まみれの中からでできたから。生きてる人間じゃないとは思ってる。 あの、銃ぶっ放してた男かなと睨んではいるが、ルパソ、お前はどうなんだ？俺もそれに近い感じかな。だが、俺の家庭から考えると、なぜ、主人公は罪を犯したのに、地下世界へ連れて行かれないんだ？まあ、確かに。あの銃をぶっ放した男が主人公へとするならば、何らかの理由がないといけなくなる。例えば？クモの糸みたく、この家に取り残された、成仏できない魂を救えば、 主人公の又許されるとか？裁判に隠す通りのアイテムを置くのは、そういった意味がある可まあ、そういうが余ねえ。この辺は今後ヒントが出てくるかもしれないから、ボスにくまなく探索をしてもらおう。そうだな、なかなか面白いゲームなので、 完成品をぜひ楽しみたいもので、最後にもう一つ、ボスが仕切りに言っていた。マネキンの意味は何だと思う？あれは今のところ、意味ないんじゃないかな。え、そうなのか？誰かがマネキン職人だったとか、勝手に家に置かれて、家族が気味悪がってたとか、何か理由があるんじゃないのか？そもそも、このゲームの作者は、 PT というゲームをリスペクトして作ったので、単にホラーゲームといえば、マネキンでしょ、って感じじゃないかな。 知ってる？ PT 知らない。かの有名な小島秀夫氏が携わった、新しいホラーゲームの試作品名で。
お試し版がフリーゲームとして配布され、プレイヤーを恐怖のどん底に叩きつけたとか、結局、大人の事情で、そのゲームはポシャリ、PT 自体が、幻のゲームとなったことしか知らない。めっちゃ詳しいやないか。まあ、確かに、家の中をうろつく過程や、家の中が変化したりするのは、PT を意識しているのだろうな。とはいえ、マナス鮮明ながらも、ビザーズはストーリーもきっちりあって、じっくり楽しめるゲームと思う。そろそろ時間じゃないのか。本当はもう一つ、考察してることがあったのだけど、思いのほか、長くなりそうなので、それは次の機会の時に話すよ。ってことは、また俺たちが？ボスから指令があればね。言っておくが、この数分俺たちが会話するだけで、制作にめちゃくちゃ時間かかってんだぞ。うん、口の動きとかも入れたら、すごい時間かかるね。まあ、だから、次も俺たちが出るかわからないけど、ボスのプレイ動画は続くので、よかったら見てくれな。それでは、ご視聴、ありがとうございました。